いよいよ FIFA ワールドカップカタール大会も残すところ決勝のみとなりました。世界中のサッカーファンが注目するこの試合、実況は私西岡明彦、解説は元日本代表福西崇史さんで、ルサイルスタジアムからお送りします。世界王者の座をめぐる戦いもついに大一番、日本がブラジルと対戦します。これが今大会の最後の試合だと思うとこっちまで緊張してきますね。どちらのチームもワールドカップで優勝するためにここまで戦い抜いてきたんです。勝つにしても負けるにしても悔いを残さないように全力で戦ってほしいですね。こちらが日本のスターティングメンバーです。ピッチの場所を問わずプレスをかけてボールの動きをコントロールし、相手に狙ったパスを出させないチームですね。今日のラインナップからしてもいつも通りの戦術を期待できますか？その可能性は高いですね。プレッシャーをかけて相手の自由を奪うことはミスにもつながりますからね。今日も緊張感の高い試合を見せてくれるでしょう。ブラジル代表のスタメンをご覧ください。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、レデル・ミリトンとダニーロがサイドバックに、カゼミーロとルーカス・パケタが中盤の真ん中、そしてトップはリシャルリソンです。さあキックオフ、 FIFA ワールドカップ決勝戦前半のスタートです。ここでボールをダッシュ、今のはいいタックルでした。チアゴシューバ、ボールはネイマールへ。ネイマール、ディフェンスがブロックしました。日本がボールを失いました。ビニシウス・ジュニオー、お手本のようなタックル、ボールをダッシュしました。ダニーロ、ビニシウス・ジュニオー、ヴィニシウス・ジュニオー、ディフェンスが冷静に処理します。ドーン、ここはボールをさあ決められるか。カゼミーロ、リシャルリソン、ヴィニシウス・ジュニオー、カゼミーロに戻る、素晴らしいインターセプト、ボールを取り返します。ブラジルにフリーキックが与えられました。カードを出さないようですね。たださすがに次はこうはいかないでしょう。この距離から決めるには精度が必要でしたが、難しかったようですね。はい、中にいる選手に合わせても良かったかもしれません。
さあ富安へ、吉田麻也引いて守りを固めています。遠藤ボールを奪い返しました。ビニシウス・ジュニオール、ルーカス・パケタ、スルーパスが味方に通る。ルーカス・パケタ、ビニシウス・ジュニオールに渡る。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。カゼミーロ、ダニーロ、ハフィーニャ、決まったと思ったんですがシュートコースが変わってしまいましたね。森田秀政、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。このままいけるか。カゼミーロ、ネイマールが抑えます。ここでビニシウス・ジュニオール、パスを回しながらリズムを作って決めれば勝ち越しです。きた、 FIFA ワールドカップ決勝戦、ブラジルの先制ゴールが決まりました。リプレイで見てもすごいスピードのシュートですね。これを止めるのは難しいでしょう。日本がパスをカットされました。ここはブラジルの攻撃、ネイマールの軽快なフットワーク。エデル・ミリトン、難しいクロスでしたがキーパーが抑えました。集中しています。前に進んでいます。ネイマールにチャンス、クロスは通りません。相手がブロックしました。それでは勝ち越し点のリプレイをご覧ください。コーナーから中へ、このボールはディフェンスがクリアします。ブラジルボールのフリーキックです。レフェリーが先ほどのプレーに注意を与えます。ネイマールのクロス、クリアして危機を脱しました。このシュートはどうだ。シュートはブロックされます。インターセプトしました。チャンスになりそうだ。判定は PK です。ブラジルに大きなチャンス。この PK でリードを広げられるか。落ち着いてペナルティーキックを決めました。キッカーは
クロスバーの下を狙えば入ることは分かっていますが、高めに蹴るのはミスが怖いんですよね。しかしこの選手は自信を持って上の角に決めてきました。見事な PK です。試合を止めていた分、アディショナルタイムが2分追加されます。ボールを前に運びます。うまくタックルしましたね。ボックス内で仕事をさせません。ルサイルスタジアムにホイッスルが響き渡ります。FIFA ワールドカップ決勝戦、ついに後半が始まりました。栄冠を勝ち取るのはどちらのチームでしょうか。サイドから中を狙う、チャンスにつながりそうでしたが、ここで相手のポゼッションに変わります。レフェリーが日本のフリーキックを指示しました。カードは出ません。注意にとどめます。助かりましたね。場合によっては今のがカードになることもありますからね。シュート。ゴールを直接狙うもキーパーがやすやすとセーブしました。吉田麻也、遠藤、ここで遠藤、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。プレーオンです。ブラジルへのアドバンテージ。リシャルリソン、ビニシウス・ジュニオール、ビニシウス・ジュニオールに渡る。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。コーナーキックになりました。では先ほどの PK シーンをご覧ください。これはショートコーナー。ルーカス・パケタ、ドーン、さあ鎌田へ。ブラジルがボールをキープ。あっとキーパーのミスか。これは危ない。ゴール。これは相手キーパーの致命的なミスが原因でしょう。チャンスをきっちり得点につなげました。キーパーのミスからの失点です。こういったプレーは気をつけないといけません。さあキックオフです。1点差としたことで追いかける側の日本にはがぜん勢いが出てきました。ネイマール、チアゴ・シューバ、ルーカス・パケタ、マルキーニョス、ラフィーニャ、ディフェンスが冷静に処理します。カウンターのチャンスです。いいところにパスを出しました。カウンターから得点できるか。ゴールを狙う。同点ゴールが決まりました。優勝を諦めない気持ちが見える見事なゴールでしたね。これは狙い通りのカウンターだったんじゃないでしょうか。仕掛けた瞬間からサポートの選手にも意思が伝わっています。
リーに追いつきました。もはやこのイケイケどんどんサッカーは止められないのでしょうか。日本のスローインです。ドーン、浅野拓磨。おっと、相手へパスしたような形になりました。日本がボールを前に運びます。決定的なチャンスでしたが、これはゴールキックになりました。ブラジルの選手が交代します。エデル・ミリトン。ボールはマルキーニョスへ。ネイマール。リシャルリソン。よく見ていました。これはナイスインターセプト、うまく読んでいました。森田秀正。さあ鎌田へ。前でインターセプトした。ルーカス・パケタ。もうほとんど時間がありません。この攻撃で日本は勝ち越せるでしょうか。ハフィーネがボールをロスト。前へ前へと進んでいきます。ここからゴールまでつなげられるのか。危ない場面でしたがカットしました。ハフィーニャ。ルーカス・パケタ。ラフィーニャ。ディフェンスボールを奪います。入るか。キーパーがいいセーブを見せました。アディショナルタイムが2分増やされました。日本がボールを失いました。浅野拓磨。残り時間あとわずか。日本はこの攻撃を勝ち越しゴールにつなげられるのか。90分で決着は。延長戦の前半開始です。ここからは気力の勝負ですね。しっかりとパスをつなぎました。いい組み立てでしたが、ここでボールをロストしました。エデル・ミリトン。チアゴ・シューバ。ここでフレッジ。ダニーロ。ヴィニシウス・ジュニオ。ここでなんとかボールに寄せてきました。いいパスです。視野が広いですね。ハフィーニ。ヴィニシウス・ジュニオ。リシャルリソンに渡る。攻撃はここで止められます。浅野拓磨。日本のビルドアップ、アタッキングサードに入ってきました。入れば1点リード。勝ち越しゴール。
大きくリードを許していましたが、ついに逆転しました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ、冷静に決めました。ブラジルのビハインドで試合再開です。エデル・ミリトン、ルーカス・パケタ、中断していた分の1分がアディショナルタイムに加えられます。延長戦の後半に入ります。ロドリゴ・シューバ・デ・ゴエス、ボールを運びゴールに襲いかかります。ディフェンスがクロスをブロック。パケタ、ハフィーニャに渡る。これはナイスディフェンス。タックルで阻止しました。裏を狙う、よく見えています。ここで取り返しました。チャンスになりそうです。決まった。ゴール、ゴール。終了間際に試合を決定づける追加点です。チームの優勝が見えてきました。この失点シーンですが、ペナルティエリアの中で相手を自由にさせすぎですよね。もっと早めに潰しておけば防げていたんじゃないでしょうか。これは監督も怒っていると思います。おっと、ボールを取り返した。味方に出すでしょうか。このシュートはブロックされました。チャンス、これは絶好の位置。ピンチをしのぎました。スーパーセーブです。あの至近距離で反応するとは大したものです。これはキーパーを褒めましょう。ボールを入れました。相手に阻まれましたね。延長戦は残り時間5分となりました。鎌田、さあ三笘へ。浅野拓磨、鎌田、味方を使います。相手の読み勝ちでしたね。カウンターを狙っても面白そうです。アディショナルタイムが1分増やされました。試合終了です。この大歓声が聞こえますでしょうか。 FIFA ワールドカップカタール大会決勝という大舞台でチームは見事優勝に輝きました。福西さん、ついに世界一の座を手にしましたね。はい、ようやくですね。1ヶ月に及ぶ戦いで選手たちは全ての力を出し尽くしていました。一つ一つ勝利を重ねてようやく頂点に到達したんです。これは究極の勝利、そしてこれ以上の名誉はありません。選手たちは満面の笑みを浮かべながらトロフィーのそばで間もなく訪れる栄光の瞬間を今か今かと待っています。さあ、キャプテンマークをつけた選手が光り輝く優勝トロフィーに手をかけ、今高く掲げました。カタールワールドカップチャンピオンの誕生です。福西さん、
まさに勝つべくして勝ったというチームでしたね。はい、どれだけ実力があったとしても運も味方にしないとダメですからね。この力に優れた選手たちが協力し合ってここまでたどり着いたんです。優勝するにふさわしいチームでしょう。